はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲み始めていきたいと思います。で、今日はね、手抜きでお弁当ですね。手抜き晩酌でね、お弁当ちょっと買ったんで、今日はこれで軽く飲んでいきたいと思います。こちらね、デラックス鮭のり弁ね、デラックス鮭のり弁、デラックス鮭のり弁、これで458円、税込みで495円、税込みでこれだけおかず入ってワンコインでお釣りが来るっていうね、すごいっすよね。ちょっと開けますね。よいしょ。おー、こんなにおかず入ってんの。ほら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 ね、鮭が入って、ちくわ、こんな長いちくわ入って、まあたくあんが入って、スパゲッティ、ミートボールと、これアジフライですね、アジフライと唐揚げ、あとここに隠れて卵焼きと、あとポテサラかな、これは。こんだけ入って500円でお釣りが来るっていうね、こんだけおつまみあればね、お酒飲むのにもちょうどいいかなと思って。で、ちょっと揚げ物がね、どうしても多くなるんで、タコとワカメの酢の物、これ130円、税込みで141円ね。これはまあこんな感じですね。タコの酢の物ね、ワカメとタコ、これでさっぱりね、揚げ物入ってるんで、これでさっぱりするんじゃないかと思ってね、買ってみました。あとはまあサラダね、サラダ。今日はこれでやっていきたいと思います。では、これからいくか。飲み物は氷結ストロングのグレープサワー買ってきました。氷結ストロング、アルコール度数 9% のグレープね。これで今日はスタートしていきたいと思います。よいしょ。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。ではシワシワで乾杯。なんか違う感じするな、いつもと。まあいいや、シワシワで乾杯、いただきます。ま、うん、じゃあまだね、ミニゴロ焼酎ね、よいしょ。焼酎を入れて、もう本当に毎日何食べていいんだか分かんないっすよね本当にね。で、氷結ね、もうネタ切れ。明日はまたね、多分ジンギスカンになると思いますこの間ジンギスカンやったばっかなんですけど、ラム肉がね半額だったんで、半額だったら買っちゃうでしょうね、ラム肉でも。この間やったばっかなんですけど、半額だったら買っちゃうよな。なんで多分明日ラム肉焼いてまたジンギスカンみたいになると思いますね。ではじゃあお弁当どうしよう、何がいいかな、何食べ、唐揚げから食べてみるか。唐揚げ、あ、ミートボールも美味しそうだな。まあいいか、唐揚げからいくか。唐揚げ追加で買ってこようかなと思ったんですけどもね、ちょっと揚げ物ばっかりになっちゃうかなと思って、でやめて、タコの酢の物ね、わかめとタコの酢の物買ってきたんですけど、もう揚げ物、唐揚げとアジフライと、あ、でも唐揚げとアジフライとあれか、ちくわ、磯辺揚げか、これは青のり入ってるな、これは磯辺揚げだ。あと魚とかミートボール、あと卵焼き、
ポテサラ、あとスパゲッティ、たくあん、これはもう揚げ物じゃないですからね。揚げ物3種類か、思ったほどでもなかったな。まあいいや、じゃあ唐揚げからね、いただきます。うん、ご飯ちょっと食べよう。ん、あ、おこぼしちゃった、もったいない。うん、ポロポロこぼれるな。うんうんうん、あ、これ海苔麺、お醤油した方がいいかもな。うん、ちょっとお醤油しよう。ちくわにもお醤油かけたいし。よっ。海苔のとこにね、ちょっと海苔にお醤油ちょっとやって食べるの好きなんで。こんな感じかな。よいしょ。魚もお醤油やった方が美味しいかな。どうだろう。まあいいや、ちょっととりあえずさっぱりと、じゃあサラダいくか。サラダね、うま塩のドレッシング、今日はもうこれ全部食べちゃう、食べちゃわないともうしんなりしてきてるんで野菜が。今日もこのプリーツレタスっていうんですかね、この青いやつ、これ半額で、一株っていうか一袋っていうか100円で今日買えたんで、また追加買ったんでね、安いの買えたんで、もうこれ全部食べちゃってもまた次作れるぐらいあるんで、よいしょ、いただきます。うん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 、まあ、今日はスーパーに3000円のウニ売ってましたね、一瓶、あの瓶に入ってるウニ、一瓶3000円、2980円。どんな人が買うんでしょうね、一瓶3000円のウニ。じゃあミニゴロね、ウニ丼とかね、評判のお店とかね、青森にもありますけどね、食べてみたいけど、いや予約していかないとダメみたいですからね。キリンタンレプラチナダブル、それに私痛風、ちょっと尿酸値あんまり 高いとちょっとやばいんで、なんかウニってちょっとなんかプリン体多そうっていうか尿酸値上がりそうな感じするんで、あんま食べられない。でもウニ美味しいですけどね。うん、予約しないといけないようなとこちょっとね、車で行くんだったらね、雨途中で降られてもね、ね、平気なんですけども、その当日ねお天気悪くて雨降ってもね平気だけど、バイクで行くとなるとね、予約して雨降ってたらちょっとね、その日雨降っちゃってたらなかなか厳しいんでね、っていうのもあってなかなか行けないですもんね、そういう予約していくようなところって。いや、ちくわ食べるか、これ20センチくらいはあるんじゃないかな、すごい大きい磯辺揚げね。うん、
ちゃんと鰹節が入ってる。ほらほら。うんうんうん。おいしい。これで500円はいいな。じゃあ、この酢の物いこう。タコの酢の物、ちょっとさっぱりと。タコとわかめの酢の物、まあこのぐらいの量がいいよなと思って。これ140円くらいですもんね、税込み。ちょうどいいんですよね。まあちょっと小鉢の代わりね。うん、このぐらい。いただきます。うんうん、おいしい。昔はこういうのもね、家で作りましたけどもね、まあタコは入んないですけど、このキュウリのナマスみたいな感じで、酢の物みたいな感じでね、よく作ってくれましたけどもね。でキュウリ1本酢の物にしても一人じゃ食べないもんね。やっぱ買って作った方が安いのはね、絶対安いんですけど、食べきれないもんね。だから逆にもったいないしね。じゃあどうしよう。じゃあ魚食べてみるか。魚、魚なんかあんまり塩気が効いてなさそうな感じに見えるけど、あ、ちょ、これは溶かすか。どうだろう。ちょっと手で失礼しますね。お箸っていうか、あの骨取るのにね。あ、この辺骨だな。皮も焼いて食べれば美味しいんだろうけど、そんなに。あ、でも後でもしかしたら魚焼きグリルで、動画終わった後ね、魚焼きグリルで焼き直して食べるかもしれないけど、皮美味しいもんね。ちゃんとパリッと焼けば。魚は、まあ、こんな感じですね。これも骨だな。骨取ってよいしょ。鮭、うんうんうん、ちょっと骨があるけどうまいか。うん、うん、この鮭取っといておにぎりにしようかな。おにぎりに作っておにぎりに入れようかな。ご飯残ってんのあるんで、少し炊いて食べきれない分ちょっとラップにして冷蔵庫に入れてあるんで。あ、日本酒飲む。おにぎり、これこの鮭入れておにぎりしよう。玉、青森県の八戸種類株式会社さんのね、八戸の地酒直ですね。青森県の地酒。まあ、おにぎり食べらなかったら冷凍しといてもいいしね。おにぎりにしといて、とりあえず。多分このご飯も全部食べないと思うんで、このご飯は残して明日の朝に残りは食べようかな。朝ご飯にしようかな。うん、美味しい。動画の尺どのぐらいいってんだろう。
あ、結構いってるな。ちょっとまた途中でこうプツッと切れるシーンがあるかもしれないですけど、申し訳ないです。カメラのね、今使ってるこのデジカメ、あ、一定時間録画すると一回切れて、で切れたとこからまたあの録画始まるんですよ、自動的に。多分あの動画のあの撮影の容量の都合とかそういうの、あの1本の動画の撮影の容量とかの都合で切れるんですよ、途中 で切れてまたスタートするんですけど、で GoPro なんかもそういう感じで、ある程度、録画したら1回切れて、まあ、その切れたとこからまた続き撮影するんですけど、 GoPro はつなぎ目、その動画のつなぎ目がすごいね、分かんないぐらいにつながるんで問題ないんですけど、これはねもうつないだところからブツって切れるんですよ。これブツって切れて、一瞬音とかもう消えて、で動画も動きも止まって、でまたスタートっていう形になるんで、そのね動画のねつなぎ目がねどうしても不自然になるんですよ。なんかね、じゃあどうしよう、あ、このミートボール肉団子食べてみようかな。なんか美味しそう、ほらすごい美味しそう。ちょっと割ってみるか。よいしょ。どうだろう、こんな感じですね。じゃあちょっといただきます。お、うん、お、おいしい。こういうね肉団子、安いやつ、安いやつ買うと、もうパン粉の味ね、パン粉の味ばっかりして、もう半分ぐらいパン粉でできてるんじゃないかっていうぐらいの肉団子とかたまにありますよね、安いやつ食べると。これちゃんとねお肉の味しっかりしますよ、ひき肉の味が。あ、でも結構だいぶ尺いってるな。ではちょっとおかわり、おかわりでちょっとついで、ではあとはねまた他の方の晩酌動画かなんか見ながらでも続きね食べて飲んでいきたいと思います。今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画頑張って編集しますんでね、よろしくお願いします。